緊張してる？え？てかさ、意味わかってる？私の部屋に二人っきりなんかすることあるよねっていう。なんとなく。いや、マッチングアプリで知り合って、でまあ飲みに行って当日に部屋まで来るっていうのはなかなかの最短ルートよ。大丈夫？大丈夫です。いや、私はさ、もう結構体の関係をフランクに持つタイプだから、もうノリが良すぎるというかね。マッチングアプリでもそうだし、いろんなところで、わーって結構やっちゃうことあるんだけど、はるきくんはそういうの大事にしてそうじゃん？あ、嫌だったらさ、いつでも帰って大丈夫だし、もうそれで何も言わないから。私、無理強いするのが一番嫌だからね。大丈夫？大丈夫です。大丈夫ですか？え、大丈夫だよ。何言ってんの？優しいね。いやー、てかさ、はるきくん、図書館司書だっけ？はい。図書館で働いてるなんてもう、めっちゃらしいよね。本も、子供も大好きなんで。うん。本と子供もはるきくんのこと好きそう。なんか、ほわわーんとして、のほほんとしてさ、なんか、居酒屋でも店員さんに、なんかずっとこう、敬語使ったりしてさ、気使ったりしててさ、もう、すごいいい子と思って。てか、すごい汗かいてんの。大丈夫？あ、なんかちょっと、暑いかもしれないですね。そうなんだよ。この部屋暑いんだよね。夏はもちろん暑いし、もう冬も暑い日あるぐらいなんだよ。はい。え？嫌ですか？いやいやいや、ちょ、嫌ですかとかじゃなくて、え？そうですよね。怖がらせちゃうかもしれないと思って、一応隠してはいたんですけど。いや、ちょ、待って。え？嫌だったら言ってください。いや、じゃないんだけど。僕、全身に入ってる。全身に？この感じで？ちょ、ごめん。話でそう。びっくりして。大丈夫ですか？大丈夫。ありがとう、ありがとう。大丈夫。ティッシュ。うん。ティッシュっていう派なんだね。うん、大丈夫。鼻血は大丈夫そう。ちょっと待って、全身に入ってるって今言いました。はい。見せてもらっていいですか？え？今。見せてもらっていいですか？今。ここでですか？はい。大変申し訳ないんだけど。そういうことに移行できないからびっくり しすぎて。じゃあ。うん。あ、そうね、上半身から。マジで？半身全身4セットいんじゃん。あ、しかも腹筋がエロい。そこにも入ってんの？うわぁ、ちょ、待って、ちょっと、履いて。ちょっと待って。ちょっと、最終号お願いします。いやもう、タトゥーが入ってるというか、タトゥーに体がある感じだよね。柄だよね、これ。好きなもの入れたら、こうなっちゃって。好きなものいっぱいあるんだね。風神雷神が特に大好きで、うん、風神雷神赤西神。あ、ボケたりもすんだ。なんかもうごめん、今頭がパニックになっちゃってて、もう私が家電だったらもう熱持っちゃって、もう故障するんじゃないかっていう勢いの、もうなんか、もうな、何だって図書館司書の見た目なのにこうさ、こう一枚剥いたらタトゥーだらけ？もうわかんないよ。あとめちゃくちゃエロいね。エロいですか？めちゃくちゃエロいよ。なんかその TL 漫画みたい。女性向けエッチ漫画だよ、これ。ないもん。私もいろいろ経験あるけど、しかもだってあんまり経験ないでしょ？タトゥー。僕、
童貞なんて言いましたっけ？いや、言われてないけど、もうそうかなって。楓さん、エロいんですよね。え、もう、まあ。僕にたくさん、マウント取ってきましたもんね。あ、ドエスハンデか？ごめんなさい。最初、なんか、マウント取ってきてるなと思って、おかしくて震えちゃってて。うわ、ちょっと待って、本当にやばい、話が。楓さん、みっそみその、バッタバタにしてもいいですか？え、私、味噌バターにされちゃうの？味噌バターラーメンにしてもいいでっか？怖い。え、待って、性癖歪んでるっけ？下ピアスありますやんけ。ねえ、関西弁じゃない、なんか急に色っぽくなってるの何？ごめんなさい。僕、性癖鬼歪んでて。え、待って、だって図書館司書なんでしょ？え、図書館司書でこれ？ダメだよ。なんかモザイクかけた方がいいよ、存在に。いや、大当たりじゃん今日のマッチングアプリ。うん、でもなんかすごいエロい目してんじゃん。それじゃあ、八つ咲きにしますか。ちょっと待って、何系の